ちょっと待って、ケモチ先輩の ところに届くマシュマロ全然わかんない。何言ってんのこれ。え、これに、え、これ拾うケモチ先輩めちゃくちゃ頭良くない？全然わかんないんだけど。古今和歌集とミイラの旅、もうハリーポッターの新しいね、新作かと思いますよね。ハリーポッター、ね、古今和歌集とミイラの旅、なんかポケットモンス、劇場版ポケットモンスターの新作かと思いますよね。そう、五感だけいいのが腹立つんですよ。脳に微妙に残るんですよね。ただ意味はないんですよ。お前がやらないなら俺がやる。今日24時から配信します。そう、ついにね、これですよ。なんて男らしいんですか。いや、こうあってほしいですよね、リスナーさんっていうのはね。やっぱリスナーさんがなんかね、リスナーとして何かしてしまった暁にはね、配信者がね、まあ、ごめんなさいって頭を下げて、配信者が何かしてしまった暁にはね、リスナーさんが、みたいな、そのようなね、相互作用、はい、助け合いがやっぱ必要ですから、ね、これとか本当にただのクソマロ感があるんですけど、壁に耳あり、障子にメアリー、押し入れにマイケル、窓からジェームズ。これの怖いところわかりますか？メアリーとマイケルはその場にいるだけなんですけど、ジェームズだけ明らかにね、侵入してこようとしてる。ダイソーの革ジャンね、ないんだよ。ないんだよ。手広いよ。確かに便利だよ、ダイソー。今の100円ショップって本当にすごいんだから。ただ、革ジャンは取り扱ってないんだよ。服はね、さすがに難しい。あって靴下。意味わかんないんだけど。何言ってるか全然わかんない。なんだよ、それに普通にさ、平然とした姿で返せれるの。いや、意味わかんないって。意味わかんないって、本当に。返し天才か？もうちわからなすぎて。なっちゃうんだけど。すごい、ケモチ先輩。すごすぎる。クソマロの次元が違うんだけど、ごめんなさい、いらないです、やめてください、いらないです、送ってこないでください、絶対に送ってこないでください、無理です、裁けません、絶対に無理です、やめてください、嫌です、見たくもありません、いらないです、やめてください、嫌だ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 。湿ったチワワとか意味わかんないもん。なんなのさ。ね、ちゃんね、深いことを送ってほしい。もう今のとかもね、もう読み上げる価値がない。なんなのさ、ケモチ先輩ってすごいな。いや、すごいな、絶対に返せないもん、うち。面白い、面白い。もうだってさ、なんかよくわかんないさ、ウィキペディアのさ、引用文とさ、ケモチ先輩のさ、マシュマロ並べた時さ、どっちがどっちでしょうってやった時、ワンチャンわかんないぞ。ワンチャンわかんないぞ、ガチで。ワンチャンわからなくない？よくわかんない生物のさ、なんか名前とケモチ先輩のところに送られたマシュマロ見比べてさ、どっちがケモチ先輩のマシュマロでしょうかってやった時さ、ワンチャンわからない。マジか、やばいな、ちょっと感動しちゃった。すごいよ、ケモチ先輩、すげえや。